魔獣は運命の赤子を手に入れた。魔獣の王クレバテス、人類を滅ぼすと決めた最中、思いがけず託されたのは人間の赤子。服従させた勇者を伴い、魔獣の王は赤子を育てる。人間が生かすに値するかを見定めるため。クレバテス、続きはレンタで。